はね、バチバチエネルギーありがとうございました。めっちゃ久しぶりのバチバチだった。3回目ですね、出させてもらうの。楽しかったです。配信見てありがとうございますありがとうございます。まだね、行けへんかったし、配信も見れんかったって方はアーカイブもあるので、はい、また見てください。最高におもろかったありがとうございました。アーカイブで見たよ。アーカイブで見たのありがとうございます。ですね、もう面白かったよっていうのをね伝えてくださったら、皆さんが見ようかなって思ってくれるかもしれないからね。えごまちゃん、そう、アミとお揃いのパジャマです。桃のあれかわいいでしょ。アミがね、アミここコーンやけど、アミが白ですね。お揃いです。お揃い、昨日の夜勤は台風対策で外の荷物を中に入れる作業になりました。あ、学校も絶対それやるわでもまあ、でも基本あんま外に置いてるもんないから、まあ大丈夫だと思うけど。そうですね、もうそろそろね、多分大阪も来るから、今日夕方夜にいる武蔵です。そう、18時ですね。ギリ夕方なのか、まだギリ夕方なのか、もう夜なのか微妙ですねでも見に来てくださいね皆さん。雨がすごい、もうすごいか。確かに今天気予報さっき始める前さ見たけどさ、もう降ってたっぽいよね。待って、体育何して、プールやな、プールしてます。19時から、そうですね、ジャンレディの木曜日のやつです。あの木曜日の やつの放送日、木曜日の方の放送日ですね。
皆さん月曜日聞いてくれましたか？26日に放送ってか放送されてたやつなんですけど、31から1が台風のピークからどんどん遅くなっててね。でも最初あれでしょ、なんか最初23ぐらいって言われてて、また28ぐらいになって、また20、あ、また30ぐらいに伸びた。昨日のバチバチで伸びて気になったけど、髪の毛伸びたね。伸びたね。最近切りに行ってないからね。切りに行ってって言われないのよ。そのコンサートの前に切りに行くことが多かったんけど、そのコンサートの前、ちょっと前ぐらいかなに、もう一回切りに行ってて、あの切りに行ってって言われて切りに行ってて、だからなんかまだ切る長さでもなくて、でコンサート終わってからもなんか特に近っ端もなんかそんな時間もなかったから行ってなくて、だからずっと伸びてる今。でももうそろそろ切ると思う。気温が低いがムシムシやだな、ムシムシ。1月29日マイケル・ジャクソンさんの、すごい、今日かすごいね。でもオンラインめちゃくちゃ経験無理しないで、そうオンラインがどうなるかマジ心配。そう、そうなのよ。皆さんはなんか最悪家でまあ台風を避難しながらできるけど、あやみたちってさ会場に行かないといけないからさ、メンバーが行けませんってなったらさ、もうどうしようもないじゃないですか。難しいよね。心配できひんくならへんか。よいしょ。怖いね。確かにショートの方も怖いな。でもね、普段なんか喋っても意識して喋ってたらな、そうなってんのかな。はほんまになんかもう普通に2人で喋ってる感じのやつ、お題に沿って。だからまあ結構延期が世界だと思うよね。どうなる、いつどうなるかだよね、ほんまに。なくなったら悲しい。台風でもしかしたら明日明後日が、間違った、今日明日休みたら6連休ないです。おお長ほぼ1週間じゃん。月間が乱れる可能性があるから早めのことがいいかもね。31の朝はギリいけんのかな。だからいつ来るかよね。
のオンライン初めて見て申し込みしてたのになくなったかなし、ね、まあ多分なくな延期とかかな。なくなったらもう本当に怖いね。今インターネット切ってきたけどどうやろ。行けたかこれ。わかんない。あやみんとこなあんまならへんから分からへん。戻った。あ、戻ったっぽい。戻った。まあ。大丈夫でしょ。インターネット切ったし。最初の頃メンバーの自宅からこの話書いてた。そうなんや。あ、もうオンラインお話し会が始まったばっかの時はあれか、そっかコロナが流行ってたからもうメンバー同士もあれなんかな、あんまり一緒におらん方がいいってことなんかな。あのね、すごいね。でも今は全部多分その会場を取ってもらって、その機械オンライン話し会のなんかためのこういう食べるってみたいなのも全部用意してくださってるから、あ、戻った。今は降ってます。あ、雨ですか。雨は多分降ってますね。仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってね。やばい、喉がね、喉っていうかね、なんかカラカラなるね。桜坂かな、京都のイベントも延期ってニュースに書いてたよ。あー、京都ね、なるほどね。それはなるかもね。そういうさ、坂道系ってさ、どこで公園とかやってんの。公園とかやってんのか分かんない。もうちょっと知らなさすぎてやばいけど。やっぱ今日はちょっとマスクをしていた方が良さそうですね。絡まりやすい。オンライン話し会始まった時はメンバーの自宅からズーム、あ、ズームね。なるほどね。ズームじゃないもんね。今ね、アプリみたいな、まあ、サイトみたいな。金曜の STU さんの、あ、おちょ。イベントも中止になりました。あー、瀬戸内か。そっか。早速、そうやな。そこら辺も多分、ね、同じぐらいもんね。台風の予想進路がやばい、怖い。劇場の代わりに冠番組、ああ、劇場みたいな、フォーディエイトみたいな常設公演はないんじゃない。あ、なるほど。だからコンサートとかやってるってことね。なるほど。ではそろそろ壇上を読みたいと思います。よし、壇上読んで終わりたいと思います。405日、すごいね。もう405だよ。では行きます。13位、イコモメルさんありがとうございます。12位マツくんさんありがとうございます。11位ハマちゃんもさんありがとうございます。10位ヨシさんありがとうございます。9位サトくんさんありがとうございます。
8位ひろぽんさんありがとうございます。7位ひいちゃさんありがとうございます。6位たかまささんありがとうございます。5位こうへいさんありがとうございます。4位じょうさんありがとうございます。3位むうちょさんありがとうございます。2位ふろしきさんありがとうございます。そして1位はでこまちびとさんでした。ありがとうございます。でこまちびとさんが早すぎてびっくりした。ありがとうございます。すぐあぶたピーって書いてた。誕生日ムってなって、ありがとうございます。今日は夜勤があるかないか分からない状態だから仮眠取るのが持ってた。確かに。でもね、もしさ会った時にさ仮眠取らずにさしんどく行くのちょっと怖いよね。でも学校休みです。知らんけど休みかな。休みでもさ台風で休みになったらさ外出られへんやん。やることなさすぎてもナンバにも行かれへん。はい、もう仕事行くか。頑張りましょう。あそこそもそも欲しいのあるのか。マジなんででは、あ、ボード書かないとですね。今日29日でございます。29の木曜日、水小町歌さんですね。あ、またまたおじさんがいっぱい花火投げてくれてる。ありがとうございます。やなほ、まず、丸を先に書くタイプの猫ちゃんですね。これはなんかタマちゃんみたい眉毛を描いたらタマちゃんみたいだね。違う、こうか。よし、ゾンビの手してる。かわいい。ってかあやみ、あれ行きたかったよな。ユニバのさ、あのホラーナイトのさ、なんて、あの深夜のやつ、深夜のホラーナイト、そのユニバー深夜開けてホラーナイトするやつマジで楽しそう。でも年齢が足りないやめがもう二十歳になってたらね、多分行ってたと思うよ。もう二十歳のメンバー、二十歳超えてるメンバーと旧期と、あれ楽しそう、めっちゃ。でも真っ暗とかにさえたら終わり。オールナイト、あ、そうそう、オールナイトホラーナイトね、マジで楽しそう。本当にと店名、あ、そう、ほんと、もともと店名あみ姉さんだったら多分年格されるよね、普通にあみ姉さんだったら行くか。はい、ちゃいちゃん、みさちゃん行けるようになりました。今日の一夜でこまちび、でこまちびとさんでした。ありがとう。うわ、逆だね
人って書いたからさ、めっちゃ入るに見える。待って、気づかんかった、埋もれてて気づかんかった。マジさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさいね、気づけなくて。カンカンのやつがドカン、なんや、何だっけ、忘れた。カンカンのやつかな。ありがとうございます。あとデコマチュータさんも1位ありがとうございました。はい、ではありがとうございました。あ、せ、花火打ち上げるやつや。ではありがとうございました。明日はまた7時からですね、金曜日やから。うん、で、今週はですね、土日もですね、あれですね、7時からです。あのオンライン話し会があるので、あとは今日はあの18時からルーム採取もあるのでよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。